チャオリブだよ。今日はですね、ライブ配信等でおなじみだし、たびたび出てくるけど、実はゆっくりご紹介したことがない鳥福っていうお店にやってきました。鳥福はね、石巻市に住んでいて、特にその角の脇界隈の人たちは知っている人も多いと思うんですけど、もともとは福江っていうお名前で、そこから鳥福になって、もうずいぶん長い間同じ場所にあるお店です。そんなわけで、皆さんもご存知の通り、俺もよく来てるんですけれども、今日はゆっくりそれをご紹介したいと思います。それでは今日も美味しいもの食べるぞ。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I... いろんなメニューありますよね。めっちゃ釜飯もおすすめなんだよな。あとね、この茶漬けデザートなんかも結構豊富にあります。このさ、雪山サイコロステーキ時々無性に食べたくなる用途があるんだよな。じゃあそんなわけで、乾杯。うんうんうん、おいしい。お通しからしておいしいって最高だな。じゃあずっと前からもう本当にね、いろんな人ともう何度となくこの店には来ていて、本当いろんな思い出がありますね。うん、お酒を覚えたあたりから来てる店だからね、そういうのって貴重だよね。うん、おお、火つきましたね。ありがとうございます。結構掘りやすいので気をつけください。気をつけます。はい、おはようございます。真ん中熱くなりますので、はい、気をつけください。ありがとうございます。次来ました、焼き鳥。いただきます。うん、うん、ふん、美味しい。これね、俺鶏肉好きですけど、なぜやっぱネギマなのかと。このね、鶏ももとネギを一緒に食べた時のハーモニーなんだよな。そのハーモニー、うっちゃんに対するなんちゃん、まっちゃんに対するハマちゃん、ハーモン。いただきます。
美味しい。美味しい。じゃあ鍋ができたんでよそっていきましょうかね。 いいね、牛もつ。ケトの楽さはこれをね、いただきます。熱い。でこの鍋は野菜もうまいんだよな。うまい。グーです。熱い。そして生搾りレモンサワー。ゆっくり飲めました。まあコロナはね広がってるっぽいですけれども、買って知ったるメンツと飲む分には大丈夫なんじゃないかということで、個室のあるお店でしっぽり飲むのもいいんじゃないでしょうか。ああ美味しかった。それではまた。